ここがですね、悪くはないんですけど、変と作りですね。ゴンベンとこの右側。これの大きさがあんまり変わらないんですね。それを、なんかもっと全体的にこちら、例えばこの孫もそうですね。こことここはあんまり変わらないんですね、大きさが。幅をですね、変えてほしいんです。もう思いっきりですね。もう、で、こう、ゴンベンも、もう思いっきり一本伸ばす感じで。もう、ほんと、もうちょっと伸ばしたらいいですね。迫力が出ますので、字が、ね、小さくまとまってる感じがしますので、まずゴンベンこう書いたら、こっちは、もう、この辺からもっと広げる。ね、この間隔をもっと広げて、こうですね。ここもなんとなく全体的にちょっと長めに、空間も線も少し大きく。で、これも、こっからぐーっとここまで来るような感じにして書くと、少し空間のね、真ん中に来た感じがすると思うんですね。ちょっとこっちの空間が基本的に全部広いんですね。ですから、同じじゃなくて、もう、思いっきり、まあ、1点何倍ってわかんないですけど、思いっきり変化をちょっとつけて書いてみましょうか。この癖をですね、変と作りが特に多かったもんですから、字の変化をつっていうね。これも、上ぐーっと上がって、まあ、下もですね、こう、なんか、ちょっと下がるぐらいの気持ちになると、決まるんですね。月はいいです。すごく細くて、品があって、かっこいいです。こんな感じですね。で、次も、僕はこの中心線ぐらいに点を書きます、いつも。だいたいパターンにしてるんですね、自分なりの。で、これも高さを必ず上から書きます。ちょっと上から。で、全体的に少し、もう、ちょっと大きめに全部書きます。パーツをすべて大きめに。そして、この辺からちょっとぐーっと大きく伸びやかに貼っといて、次の力。これ大変なんですけど、伸ばすの。ちょっとぐーっと頑張るんですね。勝利のね、勝、勝つですから、少し迫力出すと、格好よく見えるんですね。こんだけ大きく書くのが難しいです、作りを。変よりも作りは大きく書くんです。パーツも空間も全てを大きく。ここにじゃあ「徳」っていう字と「孫」っていう字がありますね。これじゃあちょっと僕パッて書いてみますので、どう書くか。行人弁はね、もう画数こんなもんですから、あんまり長くしなくていいですね。ここもで、これをここは高さが揃ってるんですね。それをちょっと上から書くんです。上から。で、こう、もう長いとこ長く書いているんです。こう書いて、下はぐーっとちょっと行人弁より長く書くと、字に迫力が。で、こっちの損もこう書いて、こっちももっと大きく、全体的に全てを大きく、大きく書くと、キュッと真ん中が取れるんですね。余白が沿って。ちょっと練習として、これぐらいの大きさでね、こういうようなイメージでちょっと書いてみましょうかね。慣れたら一気に見栄えが変わります。迫力が出ますよ。うん。全然良くなりましたよ。そうですね。どうしてもですね、変と作りがすごくひっつく傾向がありますので、またね。それを少し離しても気持ちはなんかね、スカッと見えるかもしれないですし、何よりもやっぱ大きさに変化をつけたいですね。この春夏秋冬の、もうこれもね、変と作り、秋。これもじゃあ、火をですね、あんまり上から書けないですけど、ちょっと大きく、あと伸び絵も一本突き出すっていうのも一つの、こんだけでかっこよく見えるんですね。で、この辺からです。で、こう書いて、上からぐーっと、上から下にぐーっと長く書くと、足長の秋ができますので、なんか一回りちょっとね、大きく見せるというか、迫力をつけてみましょうかね。ただ圧倒的にうまく見えます。皮変って言うんですけどね。あ、そう、大、中、小、大。ね、あんまりこういう空間を開けすぎないようにしておいてくださいね。うん、そうなんです。上下に並ぶときは、うん、うまく下げて。だから難しいんですね。あんまり火がでかすぎたら失敗。例えば、畑ってありますね。トウモロコシ畑とか、畑山さんとか、畑って書いたら、次は火と、ね、こっちは田んぼなんですね。すごくバランスが難しいですから、うん、あんまり大きく書かない方がいいかもしれない。これまっすぐ、真下に降りて、キュッと感じで、田んぼをある程度大きく書かないと、もうバランスが全然取れないです。この字は。ね、太らないように縦に書いてください。例えばこの、朝とか強いっていうのもそうですけど、
この朝とか強いもそうですけど、うん、変と作りの差がやっぱり弱いんですね、うん、もうなんとなくもう分かると思うんですけど、こう右上がり、字は右上がりで一本突き出すっていうのができるといいですね。で月をですね、もうもっと横を広がっといて、上にグッと上がって、こっからグーッといったら決まりますよ。かっこよく月をですね、グワッといっちゃいましょうか。強いなんかもこれが同じぐらいの大きさになってますので、どうしてもちっちゃい方が左側の方が目立ってしまいますから、こうちょっと書いたら、こっちを少しなんかふわっと大きめに書いてあげると、キュッとなんかまとまるんですね。で余白が揃います。戦うも、じゃあさっきの朝をイメージすると、戦うも自然と書けるんですね。ここちょっと払う、長く払う傾向がありますので、こう書いたらここも大きく書いて一本突き出すですね。でここは止まります。短くしといた方がいいですよ。ここ空間開けといた方がいいです。なぜかというと、次がここからグッて長く見したいんですね。ここで上の方に払ってキュッと止まると、字にメリハリがついて迫力が出ますよね。これもどうしても中心に寄っちゃうんですね、このブっていう字がね。こっちがどうしても前も書きましたけど広くなっちゃうんで、ですからもう少しもう全てのパーツを大きく書いておいても、これも一本突き出してください。懐、字に懐ができます。そしてちょっと離して、もうこれぐらいの大きさで書かないと真ん中に来ないんですね。ちょっとねふわっと書くようなイメージで一本突き出すとかっこよく見えますよ。そう、無理やり、そう、そしたら余白がまず左側できますけど、ここが長いとちょっと足長すぎますので、こう書いてここも一本思いっきり突き出してもいいですよ。そうするとね、迫力がついてうまく見えるんです。こんな形ですね。でこれも上に上がっていく感じ、大きく、なんか大きくですね。で口太らないように下にふわっとですね。でこう書いて、これもストップです。でこう書くとここに一個開けたい感じですね。うん、その感覚でいいですね。でのその字だ、今の字だと乃木辺と同じぐらいの大きさに見えちゃうんですね。もっとこのこっちの兄じゃないですけど、こっちを少し大きく、とにかく右側を少しですね大きく持ってくるようなイメージで書くと、こういう辺と作りの字っていうのは迫力が出ます。全体的に全てそうなってきます。